で、柄もなんとウッディです。そしてブーツ、どうすか。ウッディ好きにはたまらん。いいっすね。はい、おやすみなさい。ということで、ハローです。サウトアンチライン、イエイ、ディズニーランドのウッディのホテルから2日目です。昨日ね、泊まったホテル、てか今いるんですけど、こんな感じね、写真撮ったんだけど、すごいね、ウッディの感じ。あのね、街もね、ウェスタンな感じになってて、あ、街っていうかホテルがね、あのコテージが並んでるような状態になってるんですけど、すごい面白い。部屋の中ウッディだし、まあバズもホテルもあったりとか、いろんなね、ホテルがね、ディズニーランドパリスの周りには、あるんですけど、今回はね、ウッディにしてみた。ミッキーミッキーよりはもうちょっと落ち着いた感じがいいかなと思ってウッディにしてみたんだけど、うん、いい感じで、今日はね、ディズニーランドの隣にあるウォルトディズニースタジオっていうところに行ってこようと思います、ね。あ、まあ日本のシーとランドみたいな感じでなんか2つあるみたいです。詳しくは分かんない、まあフランスでしかできないので楽しんでこようと思います。じゃあスタジオ行きます。レッツゴー。ウッディThank you! Merci! Thank you! はい、タワーオブテラーってやつですね。こっちではハリウッドタワーホテルってなってます。あのエレベーターがさ、こうウィーって上がって落ちたりするやつで、この辺のね、ここが開くんだよね。で、まあディズニー、ランドの一望できて、うわーっと落ちてくるやつ。奥さんとね、付き合ってる頃ね、2人で乗ったことあるんだけどね、僕は乗らない。今ジュニア2と奥さんが並んでるから、ちょっと僕とジュニアで、ね、ちょっと優しい感じのところに行こうと思います。優しいの、もう僕は昨日のねハイパースペースマウンテンで死んだから。やばい、もうこういうのにならない、ならない。もう夢の国を楽しみましょうってことだね。じゃあジュニアと頑張って、リアクションは後ほど。これはやらない。多分これぐらいならちょっといけそうな気がするから行ってくる。はい、ということでスリンキードッグ、スリンキー、お、おしゃべった。でもこれぐらいならいけると思ってる。案外早い。あ、バッグが落ちた。バッグが落ちた。ちょっと待って。あ、いけるわ。大丈夫。これはいける。イエーイ。いっちゃいっちゃいっちゃい。ジュニア君が寄ってくる。遠心力。あ、案外遠心力強いな、これ。
案外すごい。そしてね、最初バー下ろしすぎてさ、これ食い込んでる。上がる上がる上がる、すっげえ痛い。上がった。お腹痛い。お疲れ。来た。タワーオブテラーどうだった？景色がね、綺麗で、見てたら急に落ちて終わった。楽しかった。 OK、 イエーイ。絨毯だよ。昨日ね、ダンボね、乗らなかったの。ちょっと怖いかなと思ってみんな上行っちゃったよ。みんな上、子供たちに掃除を任せて、僕の恐怖体験をご覧ください。はい、飛びました。飛んでる。ちょっと待てよ、これちょっと待てよ。あ、無理かも、これ。あ、無理だ、これ。アホーニューワール。ちょっと待って、中止。景色を撮ろうと思ったんですが無理でした。ちょっと無理だ。ジニー、ちょっと途中でやめた。
結構速いぞこれ。速い。結構速い。すごいすごい。Stay seated until your car comes to a complete stop. Comme dit Flash, pour votre sécurité, restez assis.男性用トイレに赤ちゃんのおむつ替えの台がある。これね、素晴らしいと思う。僕の時マジ大変だったから。素晴らしい。ディズニー最高。はい、ということでレミーのレストランでした。普通にね、コース料理でね、あ、まあそれなりのお値段して、ディズニーアプリで予約をしておいて初めて入れるような場所になってるんですけど、普通にね、レストランの感じですげー美味しかった。すごい。でよくさ、こう遊園地のお値段で高いけど、まあしょうがないかなぐらいなご飯だったと思うんですけど、あのね、普通に美味しかった。すごかった。ちょっと感動した。いいね。で、昔だったからかもしれない、日本のディズニーランド、僕の知ってる時代はアプリで予約してうんぬんってなかったから、ちょっとね、新鮮だった。美味しかったです。ということで、この亀のね、甲羅に乗ってやるやつ、クルーシュコースター、こんな感じでコースターっていうか甲羅に乗ってぐるぐる回るみたいな感じのやつ、僕以外のみんなが今並んでおります。僕一人になっちゃったので、ちょっとのんびりしてますが、もう絶叫系は乗れないね。はい、これ後で感想を聞きたいと思います。僕はちょっともう無理。お昼系じゃないから楽しかったです。
はい、なんかね、行ったり来たり、こっちに傾いて、右に傾いてみたいな感じで、めっちゃ楽しかった。俺に楽しめたね。マジで？はい。トトンでも行けるって。あ、俺は、やんないけどね。やーれ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 メガネをしてなんかやるみたいです。このメガネでなんか見えるみたい。多分すごい、あのメガネでね、何 3D に見える感じで、ネズミの世界でこうが なんて言えばいいんだろう、すごいリアルだったで、こう屋根から落ちるとことかね、すっげえビビった。え、落ちると思って、コースターマザーかと思って面白かった、すごい面白かった。映像一応撮ったけどね、さっき確認したらちょっとね、やっぱ 3D 用になんかちょっとブブブブってなってるから、あのぜひレミのおなんちゃらかんちゃら、ここに書いてある楽しかった。はい、ということでディズニー、ウォルトディズニーストゥディオインパリ終わりでございます。こちらはですね、6時で終了です。あ、パークの7時なんだけど、こっちは6時。なかなか楽しかったかな、ゆったり乗れるのもあったし、ジュニアトゥー君がいっぱい絶叫に目覚めたということが分かったのも面白かった。彼らもね、成長してるから、僕が乗れなくなったものが乗れるようになってるっていう昨日なんかあれよ、ビッグサンダーマウンテン2回連続乗ったんだよね。僕は待ってたけど、まあそんなところでフランスのディズニーの旅 Vlog は以上になります。クレッフィーをね、できるだけ撮って持ち帰ろうと思ったんだけど、ね、1匹しか出なかった。で、明日帰るだけなんで動画はないんですけど、とりあえず明日最後の最後までちょっとクレッフィー頑張るけど、レジスタール、やったーやったー。まあそんなところで、はい、でプレゼント応募もね、ぜひしといてくださいね。ということで、またオランダの動画でお会いしましょう。バイバイ。これに乗って帰るよ、オランダ。バイバイディズニー、フランス、またね。